こんにちは、スナッパーロックスです。今回は20代の女性スタッフ3人に今年の秋メンズに絶対着てほしいコーデをインスタグラムで探してもらったのでご紹介させていただきます。まず1つ目は A さんの選んだコーデです。秋っぽい度合いのゆったりとしたニットとデニムのバランスが良く、小物のバッグと靴がニットと同系色の薄いベージュでまとまりがいい感じのコーデです。2つ目は B さんの選んだコーデです。こちらはアイテム一つ一つのサイズ感が絶妙なコーデです。トップスのスウェットの裾を絞っていることでスタイルもさらに綺麗に見えます。また足首が見えているのが抜け感があってよく、この足首の丈感の見せ具合のバランスも絶妙なコーデです。3つ目は C さんが選んだコーデです。コーデを薄い色合いでまとめている中、リュックでコーデ全体のバランスを引き締めていて上手なコーデです。さりげなくスニーカーと T シャツのロゴを緑でまとめているのがさらにおしゃれです。以上、20代女性スタッフ3人に今年の秋メンズに着てほしいコーデを聞いてみました。よかったら参考にしてみてください。これからもいろいろなアイテムをご紹介していこうと思っていますので、よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。